んなこれ。おはようございます、バイカーシンです。はい、今日はキャンプに向かっております。伊勢志摩鳥羽、今回のキャンプ地はね、その鳥羽にあるんですよ。はい、はい、そういうわけで今から伊勢志摩鳥羽方面に行きたいと思います。見ている皆さんにご相談があるんですけどね、ちょっとホテル泊まっていいですか？心折れそうとかね、そんなんじゃないんですよ。自分の体を守るためにね、ある意味ね、ちょっと決断も必要かなと思いますね。あ、いやいやいや、逃げてるわけでも負け犬でもないですよ。冷静な判断でね、うん。さあ、それでは次ね、この看板に出てるね、伊勢志摩スカイラインに行きましょう。ここを左ですね。ここは有料道路なんですよね。せっかくなんでね、絶景でも拝みましょうか。すんません、あの割引のやつを。はい、ここはね、インターネットサイトのね、この伊勢志摩スカイラインのページに行くと割引の画面があるんでね、それを見せると200円割引になりますね。今あの、いやもういいですわって言われたけど、その割引してたらもういいですよって。すんまへん。ね、展望台に着きましたね。どれどれ、ほうほうほう、景色や。そしてね、ちょっとお知らせ、ちょっと雨降ってきました。ポツポツと。この上だけね、黒い雲があるんですよ。もっこ青空やのにね、この一帯だけですよ。これちょっとね、ゲリラ来た、嫌やな、怖い。さあ、それでは山頂展望台に到着ですね。バイクはこちらですね。さあ、それではふもとに降りていきましょう。いや、絶景やな。この場って見下ろすのが最高やね。この鳥羽のリアス式海岸。リアス式海岸、リアス式海岸、もうええって3回言うな。さあ、次のカーブ、二輪車転倒多発ということでね。ああ、そうそう、ここここここ、ここら辺ね、いいコーナー続いてるもんな。そしてね、この伊勢志摩スカイラインを通るとね、もしパールロードとか行かれるんでしたらね、この道路有料になりますけどもね、通る価値はあると思いますよ。でも最近鳥羽って言うたらなんかね、なんかあんまりいいイメージないな。どこそこのシェフの名前やもんな。すごいよね、なんかドルジュンとかさ、まあ、文春といえばすごいね今、うん、今思いっきりあれやね、日本政府と警察庁に喧嘩売ってるよね。さあ、麓に降りてきましたよ。もうすぐ鳥羽駅になるんじゃないですかね。そういえばこの鳥羽といえばね、思い出すのはね、小学校の頃ですわ。40代、50代、60代の大阪在住の人、当時小学校のね、修学旅行でね、この伊勢とか鳥羽だったんですよ。はい、そしてね、この鳥羽に来た時に必ず行ったのがブラジル丸っていうね、船といってもね、ずーっと港に停泊してるような船、言うたら一つの施設のようになった船なんですよ。そこに入ってお昼はそこでカレーライスを食べるっていうね。なんか僕だけが、僕の小学校だけちゃうやろ。さあ、そしてただいまパールロードを走っております。もう海岸線沿いなんですよね。そしてね、キャンプ場も結構近いんですよ。この近くの海岸近くにキャンプ場があるんですけどもね。そしてね、この近くでね、また海鮮をね、何か買っていこうかなと思うんですよね。あ、ここの海鮮市場ちょっと寄っていきましょう。
こはね海鮮丼とかね本当にいろいろあるんですよね。ただ僕お腹は空いてないんでね、よしちょっとさあ俺はもう腹かこったキャンプに行くキャンプ場に行こう、もうすぐそこなんですよ今からキャンプやめて他に行くってもう言えないでしょ、さあ今回ね初めてのキャンプ場なんでね非常に楽しみなんですよ。鳥羽キャンプセンターっていうところなんですよね。もうすぐ左に曲がるところが出てくるんではないでしょうか。あ、ここ鳥羽キャンプセンターね。あ、閉まってる。鳥羽キャンプセンターね、先ほどお姉さん来てねここの門を開けてはりました。1時オープンのはずなんですけどね、ただ今1時14分ということでね、インこっち結構な急坂ですよ。さあ海が見えてきましたよ。さあとりあえずねもう来ちゃったもんはね、はい、もう覚悟決めてやりましょう。はあちー、ただねこれぐるっと見たらね結構日陰で過ごせそうじゃないですか。よかったよかった、しかもガラスきやしこれから他の人来るかもしれんけどね、よかったよかった。泳ごうかな、海パン持ってきてないけどな。まあちょっとまた、はい、先に設営しましょうか。はい、さあとりあえずねテントは張りました。さあぐるーっと見てみると目の前が海なんですよね。さあここにね階段があるのでビーチがあるんですよ。もうプライベートビーチいやプライベートはプライベートですよこれ。でもね結構そう朝なんかよくわかんないんでね、泳ぐのはちょっと子供だけではちょっとやめた方がいいと思うね。うん、でも足つかるぐらいだったらね、できそうなんでね、僕もね、ちょっと、今から買い出し行くんですけどね、これ帰ってきてからね、ちょっと水遊びしたいなと思うんですけどね。さあ、今からね、食材の買い出しなんですけどね、今、家から持ってきたのはね、またビールとチューハイ、1本ずつ、本当にそれだけなんですよ。あ、お米もあるわ、1合だけ。前回ね、豊岡っていうか、兵庫の北部にね、キャンプに行った時に、お米買ったんですよ。3号のうち2号使ったんで残り1号ねそのまま、そのままボックスに入ってますわ。そのままボックスに入ってるんでねお米1号はありますね。さあそれでね、Google マップでちょっと買い物できる店調べましてね今そちらに向かっております。できたらね海鮮バーベキューでもしたいんですけどね、そういう食材が売ってるんでしょうかね。あ、肉も持ってきた5切れぐらい結構いい肉が家にあってね5切れぐらいちょっと冷凍したやつ持ってきましたわ。もう溶けてな、大丈夫かな。はあ、買い物も待ってね、とりあえず一服しましょう。さあそれではひとまず乾杯、お疲れ様でした。ああたまらんなこれ。瞬殺、はあ、ちょっとねまだ日があるんでね日向はめっちゃ暑いですわ。ただねここはね炊事場なんですけどね今日はねおそらく僕の貸し切りなんでねちょっとすいません、日が沈むまではここでのんびりしよう。コーヒーでも飲みながらねちょっとのんびりしときますわ。何が最高ってねこうやってぼーっとしながらね自分の動画見てねぼーっとするのが最高ですわいやいや自分の動画見ないんですけどね、こうやってねチャンネル登録者さんたちのね動画をぼーっと見てるのがね最高ですわ。この時間が最高ですね。
さあそれではね、日も傾いてきてね、風も出て気持ちよくなってきました。さあそれではちょっとこのキャンプ場の紹介しましょうか。サイトから目の前はね、日が沈んでいってますね。いや今日はね、カンソロご機嫌、ありがたい。バンガローじゃないな、こういった小屋もあるんですね。でそちらにトイレの塔がありましてね、トイレはね水洗でしたわ。まあまあ、普通に使えるぐらいには綺麗にされてますね。そしてこの辺もずっとフリーサイトになってますね。さあそしてこの上には管理棟がありますね。バンガローがいっぱいありますね。でこちらがね温水シャワーになってるんですよね。1回300円。今から温水シャワーの方入りたいと思います。さあすっきりしましたよ。ああ涼しくなってきましたね。ちょっと扇風機つけてますね涼しい湯上がりの扇風機ね。さあそれではね、今からご飯でも炊きましょうか。このね、前回のキャンプで買った田島の村岡米ね、これの残りがありますんでね。まあざっと1合弱っていうところか。よしよし、これで炊きましょう。それでは湯涼みに一杯いただきましょうか。今ね、キャンプ場のお姉さん来られて教えてくれたんですよ。鳥羽の港祭りっていうのがあって、花火が上がるんですわ。そしてね、なんとこのキャンプ場の堤防からも花火が見えるということなんでね、これラッキーや花火見ながらちょっと一杯やりたいですね。あ、夕焼けもいい感じやね。いやー綺麗。夕日に乾杯。もう夕日見えへんちゅうにあ、もう見て、引き潮ですっごい砂浜が出てきた。あ、今やったらそこからね、この岩に登れますね若かったら行くんやろな。おじさまはね、もうそんな体力もやろうという気力もありませんでもあれはね、あの向こうにね花火が見えるらしいんで、その岩に登って花火見るっていうのもありかもしれへんね。さあ沸騰してきたな。さああとは蓋をしてね、煮込みましょう。さあそして今日はね、実はバーベキューしようと思ってるんですよ。炭を使うのも面倒なんで、このルゴスのヤシガラズを使ってねバーベキューをしましょう。どうしようかな、何個ぐらい使おうかな。もう持って帰るの面倒くさいからな、全部使っちゃおうか。それでは着火。さあそしたら焼いていきましょうか。実は今日ね、海鮮を仕入れてきてるんですよ。アワビ、地元産のね海鮮ですよこれ。先ほどねもう洗ってきましたんでね、サザエも一個焼いとこうか。え、なんかサザエって最初に下向けて焼くとか、そんな話を聞いたね。ハマグリも焼いちゃえ、焼いちゃえ、焼いちゃえ。これね、もうご飯と一緒に食いましょう。ご飯もこれも最高じゃないですか。
めっちゃいい感じ。おお。うん、このまま食っちゃえ。あ、300。アワビね、アワビ。このままかじっちゃえ。めっちゃうまそう。うわ、コリコリ。めっちゃうまい。ハマグリね。これってやっぱり酒やな。酒の方がええな。実は肉もあるんですよ。うわ、サザエ。たまらんぞ。めっちゃうまい。コリコリ。あ、そしたら肉もね、ご飯と一緒に食べましょう。いや、今このハマグリのスープ飲んだんですけどね、もう、やばかった。めっちゃうま。これはシャレならんな。あ、これいただきます。すげえ。サザエ。さあ、これ一口でいこうか。最高。このサザエのスープもね、最高。もう最高しか言ってないよ。実は今日ね、鮭のね、最強漬けも買ってきてるんですよ。これ、ご飯のお供に、最高ちゃいます？だからご飯ね、いっぱい残してるんですよ、今日。うわぁ、ほろほろ。やばい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 。さあ、ちょっとね、形が崩れてしまったんですけどもね。さあ、焼けたな。美味しそう。こいつをね、残りのご飯の上にね、乗っけてね。これだけでもうまいの確定でしょ。これをね、ちょっとね、ほぐしてね。もうやばいわ、これ。さあ、食べよう。優勝。めっちゃうまい。これね、このままでも美味しいしね、お茶漬けでもこれ絶対美味しいと思うわ。まあ今日はちょっとお茶もないんでね、しませんけどね。いや、これはやばいな。明日の朝ごはんでもよかったな、これ。さあ、あとはこれを一気にいっちゃいましょう。もうね、スプーンでさ、スプーン。スプーンでね、こんなもんもう一気ですよ。いや、あのアワビとかサザエ、ハマグリ食べたでしょ。なんかね、これ一番美味しいわ。いや、肉も含めてね、これだけで晩飯済んだら安上がりやな。マジで。これが一番最高。ご飯も食べてね、花火も見て、ようやくね、一服っていうか、本当に何もしない時間、やってきました。結構ね、ソロキャンプっていうかね、慌ただしいっすよね。特にソロの場合は。ねえ、ご飯作ったりしてね。で、まあ焚き火もしたらね、やっぱり焚き火の面倒も見なあかんしね。やっぱ慌ただしいよ。でも今ね、何もない。ご飯も片付けたし、あとはもう、あと一本だけね、飲んで、もう寝るだけですわ。だからちょっとね、今から、はい、飲ませていただきます。さあ、お休み前の乾杯。最高。まあとりあえずもう7月の終わりなんですよ、末なんですよ。いや、しかし今日も朝から暑かったよ。もうほんとすごいね、この7月中旬以降ってもうえげつない暑さ続いてますよね。
いやもう35度とかそんなレベルじゃないですよ。もう本当に35度から40度の間ぐらいね、それぐらいのもう本当暑さですわ。で今日も朝からねバイク乗って大阪から三重県のね、ほんとこの鳥羽に来てるんですけどね、鳥羽って三重県のもう端っこなんですよ。だから大体大阪からね下道メインで来てね、まあ3時間半ぐらいかな。うん、まだ走ってる時はいいですよ。本当に信号待ちの時はねもうね気が遠くなりましたよいやこれマジですよ。あこれ今日キャンプ行ってるけど俺無理ちゃうかってねマジで思いましたよ。あのねそれね、まあ、動画はそんなん撮ってませんけどね、あの途中でね僕スマホでねビジネスホテルとか探しとったんですよ実はもう本当のこと言いますけどねマジで今日はカンワーまでね、こう今日はキャンプする日じゃないと思ったんですわ。でもまあ結果的にねこうしてキャンプやってるっていうことはね本当ねもう自分自身で呆れるぐらいのバカですわ。でもね今はね結構涼しいんよ、うん、気持ちいい。だからまあ夜だけ見たらまあいいんかな思うんですけどね、まあとりあえず昼間よね、昼間この暑さは異常やわ。まあ8月はね僕多分もうキャンプはもう無理やなっていうのは思ってますね。まあ北海道でも行きゃそれはするんかもしれんけど、8月は何して過ごそうかなっていうかね、お盆休みもないんですよね。だから普通の土日祝それだけで遊ばんとダメなんでね、まあキャンプ以外のなんか楽しみでも見つけましょうか。そして今星空見ながらね乗ってるんですけどね、癒されるね。あ、そうそう、先日っていうか1週間ぐらい前かな、実は僕ねほとんどの方ご存知だと思うんですけどもね、キャンプ YouTuber のミスターシューさんっていらっしゃるじゃないですか。そのミスターシューさんが大阪梅田で講演会をやったんですよ。ソロキャンプを語るようなそういう内容だったんですけどねよかったですよ、面白かったですよ。そしてね、まあ、今更僕自身もキャンプのことについてねあれこれ聞くっていうレベルじゃないじゃないですか、もうずっとやってますしね。ただ僕なんでそういったキャンプについて語る講演会に行ったかって言ったらね、そのミスターシューさんのね喋りですよ、喋り、それを聞きたかったんですよ。あの喋りのテクニックね、いつも YouTube 見ながらね感心するんですよね、すごいなってね。そして僕もあの仕事的にもね人前で話する仕事なんですよ。そしてその話っていうのももう台本とかなくてね、もうぶっつけ本番みたいな形で僕ずっと喋るようなそんな、まあ、仕事もやってるんですけどね、まあ、そのなんか参考になれへんかなと思ってね、話術を盗むっていうのがメインで行ってきたんですけどね、1時間半の枠やったけども結局2時間弱ぐらいやりはったんちゃうかな。もうその間やっぱりねもうあれだけ話術が素晴らしかったらもうあっという間でしたよ。そしてまあ講演会行ってね、まずその講演会の部屋に入るんですよ。そして入ったらねもうその日講演会の話を聞きに来た方もいらっしゃって、そしてシュウさんもいてはったんですね。その時のねシュウさんもねすんごいもう真面目な顔してはってね、あの動画の中のほがらかなシュウさんとはまた違ったねキリッとしたね真剣な眼差しのシュウさんがいてあってね、ちょっとねもう僕話しかけるのもねちょっと躊躇しましたわいや今話しかけたらあかんタイミングやと思ってねまあ機材の方もまあうまいことつながるようになって、まあ、スタートしたんですけどね、スタートした第一声が何やと思います？あれですわ、あのフレーズ、皆さんおはようございますってね、晩やのにおはようございますから始まってね、もうそこでドッカーンですわ。まあまあそれはつかみというやつですよね、やっぱりそのつかみは必要やなと思いましたね、うん。まあ、そこからパソコンというかパワーポイントを使いながら話をされてたんですけどもね、まあ、あっという間の2時間弱でしたわ。そんなわけでね、最近自分自身に老いっていうね、そう言いつつもね、あれしたいこれしたいってやりたいことはいっぱいあるんですけどね、それを結構妄想したりするんですよ。何歳になったらあれしてとかね、それを考えてるだけでもまあ楽しいかなとは思うんですけどね、なんていうんやろ、まあ、それを実現させていないからこそまだこの先に楽しみがあるっていうかね、うん。
ございます。ただいま4時37分ということでね、はあ、いやもう今日はねもうフルオープンで寝たんですけどね、いや結構涼しくてよかったですよ。ちょっと出てみましょうか。ただいま時刻はね6時40分ということでね、いや見てこの太陽もう直射。さあ朝ごはんを食べようと思うんですけどね、もうねこれ昨日ねこのそば買ってるんでね、これにしますわ。もうこれで十分、これを食べてねちょっとのんびりしましょうか。ネバネバそば、これ体に良さそうでしょ、そう思って買ったんですけどね。あっちー、いやーもうとっくに30度超えてると思いますわ。時刻は6時53分。いやーあまり待つんでね、ソロドームのね、日差し出しましたよ。三脚を支柱にしてね。いやもうマジに暑いしか言うことないんですよ。いやでも夜はね、涼しくて気持ちよかったんですけどね。さすがに太陽が出るとダメですわ。さあ、今日もね、一日が思いやがれるな。でもそう言いつつもね、楽しいんですよ。さあちょっとずつ片付けてます。でもね、今日も時間的余裕があるんでね、全然はかどらないというね。うわー眩しい、外れた。そしてその上にね、扇風機をぶら下げてます。生ぬるい風が来ますね。さあこれからどこ行こうかな、全然決めてないんですよね。こうやってのんびりするのもいいもんですよね。大概キャンプに来てね、翌朝っていうのはもう8時ぐらい出発するんでね、結構バタバタで片付けるんですよね。もう今時間がね、この時点で8時20分ということなんでね、はい、余裕です。ゆっくりと片付けていきましょうか。さあすっかり片付けも終わりましたんでね、最後海を見てねお別れしましょう。気持ちいい、結構透き通ってるね。今日も最高に晴れてますね。さあそれでは今回のキャンプ動画は以上で終わらせていただきたいと思います。それではもしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。